オーガスターナとは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、サンディエゴにて結成された、ピアノロックバンドである。コールドプレートーと比較される、その繊細かつ叙情的な楽曲が全米で話題となり、高い人気を誇るようになる。また、2005年に発表した、ファーストアルバム、オールザスターズブロバーズは、これまでに、全米で150万枚以上を売り上げており、同アルバムに収録されている。 ボストンは彼らの代表曲である。2011年ボーカルのダンレイアス以外のメンバーは、脱退し、ダンのみで活動している。カリフォルニア州、サンディエゴにある大学で音楽家を専攻していたダンレイアスが中心となり、2002年に結成。その後は、ダンが高校時代に作成した楽曲をレコーディングしながら、バンド活動を行うこととなる。なお、バンド名は当初、 ザ・ルッキング・グラスにしたかったらしいが、他に同じ名前のバンドがいたため、ラテン語で、希望の小さな兆しを意味する、オーガスターナと名付けられた。2004年には、大手メジャーレベールのエピックレコーズと契約を結ぶ。2005年に、ファーストアルバム、オール・ザ・スターズアンドブロバーズをリリースすると、このアルバムからのセカンドシングル、ボストンが、全米で130万ダウンロードを記録する。 大ヒットを記録。このシングル曲の成功も相まって結果的にファーストアルバムは全米で150万枚以上を売り上げプラチナムディスクに認定された。2008年にはセカンドアルバムとなるキャントラブ、キャントハートをリリース。全米アルバムチャートにて初登場21位を記録。2011年サードアルバムアウグスターナをリリース。2014年 ホースアルバム、ライフイミテイティングライフをリリース。ありがとうございます。